ユスティニアヌス一世時代の東ローマ帝国。青色と緑色部分はトラヤヌス時代のローマ帝国。赤線は東西ローマの分割線。ユスティニアヌス王朝はユスティヌス一世から始まる東ローマ帝国の王朝。王朝の名前は第2代皇帝ユスティニアヌス一世から取られたものである。ユスティヌスはもともとバルカン半島北西部イリュリアの農村出身で、 首都コンスタンティノポリスへ登って軍に入り、叩き上げの将軍となったが、皇帝アナスタシウス一世が後継者を指名せずに死亡したため、元老院の指名により皇帝に即位した。老いのユスティニアヌスは、早くからその才能を示し、ユスティヌスの晩年に境地帝となり、その死後、唯一の政帝となった。彼は、ローマ法大前の編纂、聖ソフィア大聖堂の再建。 ベリサリウス、ナルセスなどの指揮官を使って古代ローマ帝国の再現を図って、アフリカのバンダル王国、イタリア半島の東ゴ盗ト王国、イベリア半島の西ゴ盗ト王国の一部などを攻撃、占領し、古代ローマ帝国の復興を図ったことで有名であり、後世、大帝と呼ばれた。ユスティニアヌスの死後は、ユスティニアヌスのオイユスティヌス2世が即位したが、 ユスティニアヌスの征服事業や建設事業のために財政は破綻しており、早くも衰退が始まった。ランゴバルド族のイタリア侵入やサーサーアンアサに対する敗戦などが続き、そのショックでユスティヌスは精神を病んで実験を養子である副帝ティベリウス二世に譲った。ユスティヌス二世の死後、正式に皇帝となったティベリウスは帝国の再建に努めたが、して、 わずか4年で死去し、娘婿で養子のマウリキウスが即位した。マウリキウスは、ラベンナ、カルタゴに、総督府を設置して、西方支配の再建に着手し、北から侵入してきたアバール人、スラブ人を討伐しようと試みたが、遠征先で軍隊の反乱に遭い、100人隊長を、ホカスによって、定位を散脱されて殺されてしまった。これによって、養子によって継承された、 ユスティニアヌス王朝からの皇帝くらいの世襲は断絶した。ホカスはユスティニアヌス王朝と血縁はなく、その知性には正当性のない彼に対する反乱やサーサーアン朝の信仰が相次いだ。ホカスは610年、カルタゴ総督であるヘラクレオスの同盟の息子、ヘラクレオスに倒され、息子、ヘラクレオスがヘラクレオス一世として即位し、 新たな王朝ヘラクレオス王朝を開いた。なお、ヘラクレオス一世の母エピファニアは、ユスティニアノスの妹ウィギランティアとその夫ドルキディウスの子孫である。具体的な系譜としては、ウィギランティアとドルキディウスの娘で、ユスティヌス二世の妹、プラエ,エータが、アレオビンデスという男性との間に娘、ウィギランティアを設け、ウィギランティアがテオドルスという男性と結婚して、生まれたのが、 ヘラクレオス一世の母エピファニアである。ヘラクレオス一世は、ユスティニアヌスの妹ウィギランティアのヤシ後にあたり、女系ではあるが、ユスティニアヌス王朝の血縁者である。ユスティニアヌスと、ヘラクレオス一世は、高僧児と、現鉄尊。ユスティヌス二世と、ヘラクレオス一世は、僧僧児と僧鉄村の関係となる。ありがとうございます。